だからね、その、うちの敵はホモサピエンスじゃないよ、もちろん。ずっと言ってるよ。ホモサピエンスは知ってなかったけど。何からって、ホモサピエンス以外の生き物からちゃうで。まあ、厳密な、そうじゃないとは言われんけど、脅威からそういうて。な取り付いたらあかんな。だから加藤どうするかな、発言やめてな。でもな、とりわけさっき言うてやろ。ホモサピエンスに近い霊長類。こんぐらいを退治してるんやつやん。そうせんとやばいから。みんなもそうやで、ね。みんなちが他の疑問もそうやで、ね。で、ここ、ね、聞いてたもそれでいるんだけど。まさにおしゃれさんみたいな面白くな。だから、その、だからその、おしゃれさん、何したかもその人に関する話しか多いやん、実際。しかも、消費されてるから信者になるんでしょ。助けてくださいって表現されてへんかったら、はぁ、知ったのだ。なんやそれ、どこのダンスやとかなるやろ。はい、はい、はい、知ったのだでございますってことだ。こんなに見られると思うやろ。同じ形の地の沈むやったら。なだから、ダメなの。男なんて。ちょっとだんだん変わってきたけど、じゃあ生人と一味私って同じホモサピエンス一味のお父さんは家同士対決してないよな。ロメオとジュリエットの見過ぎか、それとか見過ぎか、タクダシとかそんなの見過ぎか。そんな時代もあるよ、今もそうかも。家によっては、家柄によってはそう、だから、あの、ナルイト天皇家は、憑依のエキスパートって言ってるやん。おとりやって言ったら、言ってたでも言ったやろ、いつも言ってるやん。今回はしょっちゅう言ってるやん。しょっちゅう言ってんのに、そのシーンから忘れんのか、いや、入れどもは。え、やろ、え、やろ、もう、かなわ。ナルイトさん、なんか、憑依されてんかったら、ただのうちのお兄ちゃんやんか。な標的に してあげてんねん。な人類守らなあかんって 何回言ってもそれ聞いたしりから忘れんのかも。ただし、天皇とか天皇家の表現落ちんかったら、なる人、おわわ。やるかもしれんけど面白そう。